皆さんどうもこんにちは。アーリン、ロニーが対談が決定ということになってしまいました。今回はアーリンとロニーについて少し振り返ってまとめていきたいと思います。それではアーリンからいきましょう。はい、アーリン、アメリカ出身の31歳、182センチ、86キロの左ピッチャーでございます。年俸は8000万円で来てくれました。球種につきましてもストレート、スライダー、カーブ、チェンジアップ、ツーシームと多岐にわたります。獲得時の評価としましては、まずコントロールがすごくいいよというところと、投球術、マウンドさばきとでも言うんでしょうか、そういうところも長けている投手だよというところで、先発ローテを担えという感じで期待されていましたが、成績こんな感じとなっております。はい、まず赤いところの通算から見ていきますと、11登板で防御率 3.32、2勝3敗というところになっております。まあ、前半の方が登板数は多いですね。怪我とかもまあありまして、まあ、このぐらいの登板数にとどまったというところでしょうか。ナイスピッチをするときはナイスピッチをするんですが、対談が非常に残念でございます。まとめますと、怪我もあり登板数は少なめとなっております。コロナ禍でのコンディションの管理も難しかったかというところで、まとめさせていただきたいと思います。続いてロニーいきますか。ドミニカ出身の29歳、182センチ、77キロ、右投げ右打ちの内野手で、年俸は4000万円で来日1年目でございます。獲得時の評価としましては、まず内野はどこでもいけるぞということで、非常に使い勝手のいい選手だという評価で、長打力もメジャーで2桁本塁打を放ったこともあるみたいな感じで、あるというところで期待されておりました。そして何といってもラッパーであるというところもね、入団する前からラッパーが来るぞみたいな感じで、非常に記憶に残るような選手でございました。そして右には簡易能力値として、私のようなパワープロノーみたいな人には、すごく分かりやすいと思いますんで、こちらも参考にしてみてください。そして成績の方移っていきますが、1軍成績今シーズンはこんな感じになりました。まず青い方を見ていただけると、まず前半からいきますか。打率0割8分8厘で34の3という、すごく低調な成績となっております。皆さんも前半のロニーについては、こんな感じのイメージがあるんじゃないでしょうか。しかしですね、ロニー、ここで終わりませんでした。後半戦、打率見てください。2割3分9厘、88-21、5本塁打も放っております。そして、通算で見てみると、打率1割9分7厘、122打数、24安打、6本、12打点、出塁率は2割1分6厘で、長打率4割2分6厘、OPS 6割4分2厘ということになっております。ということで、ロニーについてまとめていきますと、まずいいキャラしてましたね。そして終盤については、適応し始めていたので、レアードのようになってくれるのではという期待もありましたので、多くの人はもう1年見てみたかったという方が、多いんじゃないでしょうか。いや、アーリンもそうですが、ロニーがね、ロニーの方が、ちょっと、残念かなというのが、私の感想でございます。はい、そして最後まとめていきますと、新天地でも頑張ってくれということで、今シーズンは、特に新外国人につきましては、調整の面ですごく難しかったのかなと思います。そしてそんな中でも、日本に来て、戦ってくれたというこの2人にね、ぜひとも、次のシーズンは、日ハムではありませんが、期待して見ていきたいなと思っております。てな感じで、動画も最後になりますが、2022年の、来シーズンのですね、助っ人状況、こちらになっております。私の予想としては、バーヘーゲンは残ってくれるのかなと思いますが、どうでしょうか。そしてこの4人プラスさらにもう1人来るかなと思っていますが、投手野手どちらになるんでしょう。一つ言えることは、獲得の噂ではなく、獲得が決定的っていう報道が出るまでやっぱね、浮かれちゃダメだなということですね。ぜひともね、強力な助っ人、あと1人、来てほしいなと思っております。てな感じで今回の動画は終わりたいと思います。ご視聴ここまでありがとうございました。それではさようなら。